皆さんこんにちは、今回はグレール春夏新作ワンピースを15点すべて着用して紹介していきたいと思います。よかったら見ていってください。それではスタート。こちらはですねスクエアネックになっているマーメイドワンピースなんですけど、パフスリーブも結構立体的で二の腕をこうカバーしてくれるのがすごくいいポイントだなと思います。大きなパールのボタンがついていたりとか、上半身上にねしっかりとボリュームと切り替えが入っているので、すごくすっきり見せてくれるので、とてもシルエットが綺麗だと思います。私は黒も購入したんですけど、2色買いしてもいいかなと思うレベルで高見えするのでおすすめです。私の一押しのワンピースがこちらになります。キャミワンピとボレロがセットになったワンピースなんですけど、ボレロの部分がちょっとシアー素材になっててパフスリーブっぽく見えるような形になってて、でこのワンピースは、キャミソールなんですけど、アジャスターがついているので長さの調節をすることができるようになってます。お呼ばれしたこうイベントに着ていったんですけど、そういうパーティーイベント、ちょっとしたお呼ばれの時とかにも使えるのに、こんなに安い値段でね買えちゃうっていうのがもう衝撃で、これは本当におすすめしたいワンピースです。ハートカットみたいになってて、この上の部分だけこうシアー素材になってるところとかも大人っぽくて可愛いなと思いますし、幅が太くめに作られてるので、こうキャミソールのところをこうやって隠すことができるんですよね。こちらの花柄のジャガードワンピースになります。はい、こちらはフリーサイズなんですけど、ショートっていうのを今回購入しました。パフスリーブのところはゴムが入ってて、ちょっときつめに作られてる感じですね。でもお腹のウエスト周りとかお尻とかはかなり余裕があるデザインにはなってるかなと思います。これもすごく可愛いんですよね。後ろがでも結構こんな感じで割と開くので、中はちゃんとインナーレースのインナーとか着たりした方がいいのかなとは思います。これ真っ白っていう感じではないんですよね。そこがいいかなと思います。続いてはダルメシアン柄のワンピースになります。こちらもすごいおすすめしたいワンピースなんですけど、このケープが別でついてるんですよね。なので今ケープをつけて着てるんですけど、ケープを外して着ることもできるっていうのがすごく可愛いポイント。スカートの部分に裏地が薄いベージュの裏地がついているので、透ける心配はないんですけど、上半身の部分には裏地がついてないので、ちょっとトップスはレースのキャミソールの中に着たりとかした方が透ける対策にはなるかなと思います。ちょっとケープを外してみたいと思います。はい、ケープを外すとこんな感じに、はい、なっておりまして、スクエアネックでここにパールのボタンがついてるようなデザインになってますね。続いてはシャツワンピースになります。この部分にプリーツが入ってるんですよね。でここのウエストの部分を自分でこうベルトでキュッと締めて着るようなタイプになっております。こう揺れるとすごい可愛いですよね。多分このやっぱ横のこのシルエットっていうんですかね、ここの部分のプリーツがやっぱ可愛いですよね。はい、でお袖も割と長めに作られているので、二の腕のカバーもできますし、大きめに作られている感じはあるので、ここのウエストですね、こうキュッと締めて着るのがいいんじゃないかなと思います。大人気のトワルドチュイ柄のワンピースになります。はい、こちらはですねこのトップスの部分がトワルドチュイ柄になっていて、でここはリボンで縛るようなデザインになってますね。重ね着してるかのようなワンピースになってて、これ1枚で売ってるんですけど、なんかこうシャツとこうキャミワンピを重ね着したかのように見えるところがすごくねいいなと思うポイントになります。肩の部分なんですけど、はい、こんな感じでちょっとチラッとね肩が見えるようになってるんですよね。背の腕のカバーももちろんできますし、でちょっとチラッとねここの肩が見えてるので涼しげな印象になりますし、すごいこれは買ってよかったですね。おすすめしたいです。
こちらはキャミワンピースとレースのボレロがセットになったセットアイテムになってまして、フレンチガーリー系のお洋服が私はすごい好きなので、そういうのが好きな方には本当におすすめしたいワンピースです。でキャミワンピースもちょっと上の方にしっかりと切り替えが入っているのですごくスタイルよく見えますし、このボレロがね、なんといっても可愛いですよね。大袖のところがちょっとこうなんていうんですかね、レトロな感じでなってたりとか、はい、ここですね、ちょっとねケープっぽくなってたりとかして、なんかホーンテッドマンションとかのコーデにしたりとかしてもいいかなと思います。ちょっとね透ける感じのボレロになってて、ここがちょっとこうデザインでケープっぽくなってるんですけど、はい、こんな感じです。これはねすごい着やすいですし、キャミのところもアジャスターついてるので、キャミソール自分でね肩ひも長さ調節することができるのですごくおすすめです。またちょっとボレロとキャミワンピースのセットを紹介しちゃうんですけど、今年はねこういうキャミワンピーとボレロのセットっていうのがねたくさん出てますよね、いろんなところで。これはバイカラーになってて、こうリボンの部分がちょっと白になってて、このラインがね後ろも見ていただくと分かるんですけど、こうステッチが入ってる感じなんですよね。でそれがまた可愛いなと思いまして、はい、これもまた別々で使えるのですごくいいと思います。続いて紹介するのがデニムワンピースになります。これすごい形可愛くて一目惚れして購入したんですけど、なんかデニムワンピって結構硬すぎて骨格ウェーブ型の人ってなかなか難しかったりするんですけど、このデニムはね生地が結構薄めにできてて、でこういうところに肩のねこう上半身にこうボリュームが来るような肩のフリルがあったりとか、こう切り替えも割と上目に来てるので、すごくねシルエットがガーリーなんですよね。ガーリーなシルエットだけどこうデニム生地っていうことですごいカジュアルにも着れるので、なんかねユニバーねマリオコーデで行ったりとかすごい使えそうですね。なんかカジュアルなのにガーリーなところがすごい気に入ってます。アイドルっぽなワンピースになります。プリーツっぽくなってるのが本当アイドル の制服の衣装みたいな感じでめちゃめちゃ可愛いなと思います。でお袖もパフスリーブになってて、こうラインが入ってるんですよね、パフスリーブのとこに。でここリボンは自分で結ぶような形になってて、で上まで今ボタン閉めてる状態で、ここもボタンがねあるので割と着やすいですね。ここから切り替えになっててふわっと広がるようなシルエットで坂道っぽいですよね。すごい可愛いと思います。続いてはかなり夏っぽいワンピースなんですけど、初めてノースリーブのワンピースを紹介しようと思います。こちらは結構襟が大きく作られているのが特徴 でここですねベルトで自分でこう締める感じで、ステッチが可愛くてなんか所々にステッチがこう入ってるんですよね。でそれがすごくねガーリーで可愛いなって思います。夏のデートとかにぴったりかなと思います。ステッチですね、さっき言ってたステッチなんですけど、はい、こんな感じで入ってますね、ここの部分に。あとはここにステッチが入ってるような感じになります。続いて紹介するのがこちらのフレンチガーリーなワンピースなんですけど、こちらもめちゃめちゃ可愛いですよね。大きめのこのリボンを結ぶタイプのワンピースになってまして、この肩のここですね、ここのところもちょっとこう肌見せしてるところもすごい可愛くて、先ほど紹介したワンピースですね、こちらの、はい、このワンピースとちょっと似てる形ではあるんですけど、これは結構シフォン素材、もうツルツルした素材なんですけど、私が今着てるのはここの部分が結構なんていうんですかね、綿コットンでできてるような感じになりますね。そこが結構大きな違いかなと思います。はい、こんな感じで、ただ私今 M サイズ着てるんですけど結構丈が短いかなっていう感じがあるので、そうですね、まあ、もしかしたら高身長の方だと L サイズとかにしといた方がいいかもしれないですね。はい、こちらのワンピースは襟がすごく可愛くて、お袖もパフスリーブになってるんですけど、ちょっとマーメイドっぽいような感じのデザインになっててすごい可愛いと思います。
ちらはですねジャガード素材の、ワンピースっていうことなんですけど、結構伸縮性があって、あの肩紐とかあとこの生地とかが結構伸びるんですよね。なのですごく着やすいですね。ストレッチが入ってて、はい、こんな感じで、ワンピースはちょっと生地がね、もともとベージュのところにあの白のジャガードっていう風に言ったんですけど、これはあの花柄とかではないですね。そういう柄っていうわけじゃないんですけど、こうやってパグスリーブの T シャツをインナーに着たりとか、カーディガン羽織ってみたりとか、結構いろんな着方ができるので、キャミワンピはね、夏はね絶対あった方がいいと思います。はい、こんな感じです。